どうもです。どうもね。世の中のさ、うん、見てる人、大半はやっぱ奥さんいるんですかね。特にあのうちの YouTube チャンネル見てくださってる方は、うん、まあ、あの多いと思います。多いよね。はい。でなんか、うん、この前もさお客さん来てて、うん、うわこれ本当めっちゃ欲しいんですよみたいな。あギター、ギターがあって、うん、でもなみたいなこと言って、うん、嫁ですかって言ったら、うん、そうなんすよってやっぱ、うん、奥さんブレーキって最大のブレーキだと思うんですよね。まあ、そうですね、そういう人たちにとってみると、うんうん、だからみんなどうやって、うん、うまく楽器を買っていくのかここで話し合えたらいいんじゃないかなと。コメント欄でね。コメント欄で。僕はこうやってやってます。やり方をさ。あ、いいね。それコメント欄盛り上がるね。コメント欄楽しいでしょ。うん。で、それでちゃん、あ、こういうやり方あんのかみたいな。で、より楽器業界も、うん、あの、回ってくれる、ね。回ってくれるし。うん。これはいい動画になるじゃないか。あ、なるほどね。ちなみにそのお客さんは何買おうとしたの？ね、ま、このアコギスピーカーはまず、買おうとし悩んでて、うん、これだったらいけそうみたいな。なんか音楽には理解があるから一応、うんうんうん、ただ家にギターが増えるのはまずいんですよみたいな。あーなるほどね、うん、でもこれはスピーカーだから、うん、なんか大丈夫だった気がするみたいな。説得してみますみたいな。だから楽器売ってるから、うち、あ、嫁がなって言ってるのすごいよくあるんですよ。で、うん、エフェクターとかだったらバレにくいから、エフェクターは大丈夫っすね。まあエフェクターちっちゃいからね。そう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 。だしよくわかんないじゃん。うん、値段がどうとか。はいはいはい。ただギターはなんか明らかにこう、うん、やばいっすよ。あー、なるほどね。どうですか？うちは結構理科あるかな。まあ、だしそういう系の仕事じゃん。リペアとかもやってるんで、うん、家に楽器があるっていうのは、まああとは、僕自身も結構売って買ってが多いから、うん、その増えてがないです実際あんまり。あ、なるほど、ね、数が。だからなんかそこは大丈夫だけど、でもね一回ねフィギュアでやったんだよね。ああなるほどね。うん、で女性はやっぱね色だね。色で判断してるってこと。色が結構でかいんじゃないかなと思ってて、でなんかあの僕が好きなもんってやっぱ黒いものが多いんですよ。例えばさゴジラ。ああと、バットマンがいたんですよ、うち。たまたま一個、アイアンマンを買ったんですよ、ね。アイアンマン赤くて金色なんですよ。そしてやっぱりバレたんだよね。あれそれ何どうしたのみたいな。あれつって。バットマンを吹いた時は気づかなかったんだけど、アイアンマンを吹いた時は。それ、別に怒られたわけじゃない。別に怒られたわけじゃない。どうしたのつって。えみたいな。うん。買いました。つって。やっぱこう、目につくんだろうなって、色が。なるほどね。赤いな、みたいな。増やせないらしいね。あー、まあそうだろうね。増やせないから、うん、よく聞くのは、うん、行きつけの店に置いとく、うん、自分は飲み屋とかにいろんなとこに点々と置いとく、うん、そういうパターンがまず1パターン、うん、それは家に、家じゃないところに置くパターン、置いとくパターンね、うん、で、面白かったのは、うん、あのだんだん欲しいものに変えていくっていうか、近づけていくパターンっていうのがあって。どういうことレスポール持ってて、うん、でももうレスポールじゃなくて、ソナタが欲しいなってなってる。一回ポール・リード・スミスを挟む。それめっちゃ、あの、楽器知らない奥さんからさ、ビビたる差だよね。でも自分の中でね、俺なんか違うかなって。うん、3ヶ月ぐらいそれ置いて買い替えていくとバレないっすよって言ってそれなんかめちゃめちゃ面白い。それ面白い。でもその時やっぱ色も重要だと思うよ結構。そうだから多分、うん、あこれだったら似てるから変えますとかっていう人もいる、うんうん、だって青から赤に変わったらもう同じ人すぐ気づくよ多分、うん、だからあくまでもこう似てる範囲内でこう、うん、変えていくとバレないんですよ、うん、なるほど。でも形は結構ね俺分かんないと思う。そういうところで判断しないんだよ多分ね、うん、そういうの色とか、うん、だから、ね、色、だから色がでかいと思う。だって、ね、スチュアートとデリカス絶対わかんないじゃん。わかんないね。うん。もっと言っちゃえば、レスポールとポールデスミスもわかんないじゃん。でしょ？だから、やっぱり。こう変化させていくわけね。そう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 。なんか、俺の友達はね、なんかね、
そいつも結構収集癖があって、うん、実家に送ってた。あでも自分の手元になくていいのかな。なんか言い訳の仕方とかをさ、うん、みんな書いてくれると嬉しくない。多分みんな苦労してるのはどうやって受け取るかだよね。例えばそれが大和さんとか佐川さんとか持ってきた時にどういうタイミングで受け取るかみたいな。あくまでもやっぱ自分がバレないように受け取らないと、うん、やっぱね大体そうしたらねセンター止めしてるんですよ。ああそうだね。まあ、センター止めって何のために使うんだろうなって思うけど、そういうことなんだね。うん、時計とかもね、うん、時計屋さんで働いた時にやっぱね結構そういう現場を目撃しましたね。なるほどね。うん、家族で時計を見に来て、3人家族で見に来て、旦那さん奥さん子供見て、この時計いいなーっていう時計が旦那さんあって、うん、それが20万ぐらいなんですよ、うん、あこれ欲しいとか言ったら、まあ、ボーナス次第かなとか言いながら奥さんが、うん、でそれで、まあ、また見に来ますねみたいなパーって帰ってたんですよ。そしたらすごい隙を見つけて旦那さんが旦那さんがすごい勢いで走ってきて、心でさで、あの金属のメタルの盤だったんで、うん、詰めなきゃいけないんですよ、うん、だから詰めるのは今度持ってくるんで、うん、とりあえず俺がで、24回バレーしてた。ああ。じゃあ、ボーナス関係なしに買っちゃったってことだね。大変だよね。うん。で、僕も今の奥さんと結婚するときに、まあ、でかいゴジラが一匹いたんですよ、シンゴジラが。あもう嫁が怖いから、どっかにやってくれっつって。ああ。どうしたので、まあ、売ったんですけど、結局。それを見て、うちの嫁のお父さんが、やろうみたいな。男の趣味みたいな。お父さんありがとうみたいな。でもまあ売っちゃったんでしょ。まあ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 、まあそれ別にいいかなと思ったら、すごいなベテランのコレクターの人がさ、うん、コレクターっていうのはもう死ぬまで自分と墓場まで持ってくっていう考え方っていうのは、それはダメなコレクターだと、うん、たまたま今のこの自分が生きてる期間にそれが自分のところにあるだけで、うん、さ必ず流してあげなさいと。まあ確かにね、うん、っていうふうに言ってて、あ、素晴らしいコレクターだなと思って。なんかオーディオマニアの人がいてさ、うん、まあやっぱオーディオマニアってやばいじゃん。やばいね。なんか何千万とかじゃん、うん、でなんかまあ俺もさ、そのオーディオ作ったりするの好きだから、うん、その人からするとこいつも踏み込んじゃってなっていうふうに俺は見られてで、その時彼女を連れて行ったのよ、うんうん、何年か前だ、うんうん、したらその彼女に、うん、こういうとこやめた方がいいよってそのおっさんがさ忠告してんのよやめろよと思って幸せにならないよ俺見て俺見てマジやめろよと思ったけどね。いやオーディオすごいよね。オーディオもやばいよね。あれだってケーブル1本が何万とかだからね。そうだよね、うん、女からしたらさはってな感じじゃないですか、うん、そう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 。で、なんか違うのみたいな、うん、しかもあんたプロなのみたいなだからさ、俺なんか勝手に嫁から嫌われてるんだと思うんだよね。どこあいつ、まあ、いや違う、あの色、お客さんとかまたあいつがそそのかせてギターをかわしたみたいな会うの気まずいなって思う時あるんだよね。たまにさ、夫婦で来たりとか、そういう人とかいる、まあ、絶対俺よく終わると思われてるんだ絶対これの良さを伝えられないしそうそうそう、あいつのせいで、あいつのせいでうちの財政が困窮しているみたいなさこんな四角い箱に2万8000とかでもさ、ロマンだからね、そこは、うん、そうなんだよな。ロマンはロマンがなくしたらもう男の子じゃなくなっちゃいますから。うん、いや、ほんとそう思うよ、うん、ということでねいい情報があったら皆さん教えてくださいって感じ。教えてくださいとか、まあ、そこで情報共有してもらいたいですよね。そうだね、ここでね、自分はこうやって買ってます、うん、こうやって目を逃れてますもうそれを奥さんが見たらアウトだけどねまあいい話だよね。いい話ですね。だからちょっとぜひあのうまい切り抜け方を、やり方を教えてください。やり方をぜひあのコメント欄に書いていただいて、もう選手権でもよかったね選手権でもよかったねまあでも選手権だとさ嫁から免れる選手権まあまあまあ、まあ、まあそうですね。選手権難しくね、それ難しいですね嫁から嫁の目を逃れてギターを買う方法ぜひ皆さんの
やり方を、手口を教えてください。ありがとうございました。